時間になりました。皆さんようこそ参加いただきありがとうございます。今日は韓国からも香港からも他からも参加いただいていると承知しております。2021年度グローバル教育展開オフィス主催ウェビナーシリーズに参加いただきありがとうございます。日本型教育を再興する東アジアとの対話を通じてというウェビナーシリーズです。通常は私の方から10分ほどお時間をいただいて、広いテーマをベースにお話を冒頭させていただく予定なんですけれども、ただ今日お話しいただく先生方のスライドの数を見ましたところ、かなり時間をかけて準備いただいたということが分かりました。54枚ほどのスライドがあるということで、プレゼンにおいては時間がかかるかと思いますので、このご紹介はできるだけ簡潔に終わりたいと思います。先生方に十分な時間を差し上げて発表いただきたいと思っております。本日お迎えしているのはヨンチュン・キム先生とジュン・フン・ジュン先生、韓国のお二人の先生方です。ごく簡単にご紹介いたします。ヨンチュン・キム先生は韓国のチンジュ教育大学校教育学部の教授でいらっしゃいます。オハイオステートユニバーシティで PhD を取られました。これまでに50冊の著書と80本の論文をカリキュラムスタディーズ、定性的研究、ポストコロニアルカリキュラム理論の分野で出しておられます。さらにナショナルブックアウォードを6回、韓国研究財団や教育文化部などから受賞しておられます。コリアンアソシエーションフォーコリテイティブインクワイリーとその専門誌であるジャーナルオフコリテイティブインクワイリーの共同創設者です。この分野ではよく知られている専門誌インターナショナルジャーナルオフコリテイティブスタディーズインエデュケーションのアジア担当地域エディターも務めてこられ、韓国におけるカリキュラム及び教育研究の第一人者でいらっしゃいます。キム先生ようこそ。もうお一人ですけれども、一緒にご発表いただく方ですが、ジュン・フン・ジュン先生、ちゃんと発音できましたでしょうか。カナダのブリティッシュコロンビア大学にてカリキュラムスタディーズで PhD を取得されました。私も昔修士号を取得した大学です。現在は韓国のチョンブク大学校で教えておられるということですね。先生の現在の研究対象ですが、カリキュラム理論、影の教育、教員、これは今日の話のトピックです。そして教員教育、そしてポストコロニアル研究です。共同出筆されました、アグリーダックリング、The First Year Elementary School Teachers' Lives in Korea 2006年では、優秀研究図書賞を受賞されました。最近の研究対象は主に影の教育現象に焦点を当てておられ、世界で出版されています。先生方にの名前を知ることになりましたのは、この Theorizing Shadow Education and Academic Success in East Asia Understanding the Meaning, Value and Use of Shadow Education by East Asian Students というこの本に出会ってからです。本日はあとお二人参加いただくことになっております。この本にも参加しておられます。お名前といたしましてはケビン・ワイホー・ユン先生、そして水倉亮先生、このお二人もまた発表に参加いただきます。今日のお話ですけれども、タイトルは影の教育という世界的な感染症と東アジア諸国の世界クラスの教育達成、高教育外教育熱を理論化するというテーマでお話をいただきます。それでは、
ヨンチュン・キム先生、ジュン・フン・ジュン先生、よろしくお願いいたします。高山啓太先生、ありがとうございます。皆さんこんにちは。韓国のヨンチュン・キムです。本日はこのようなウェビナーシリーズに講演の機会を賜り、本当に光栄に思っております。韓国の影の教育についての研究を皆さんの京都大学のグローバル教育オフィスでの講演会で発表できて嬉しく思っております。まずはじめに3組の方々に御礼申し上げます。まず高山啓太先生に、学術的に私たちの研究を認めていただき、私どもお二人の研究をグローバル教育展開オフィスに紹介し、このような機会を賜りまして本当にありがとうございます。高山先生は主導的な研究者の一人であって、ポストコロニアルおよびポストオリエンタルなカリキュラム研究を東アジアの地域で引っ張っていってらっしゃる方です。京都大学はまたこのような形で新たな主導的な教育機関として、このような方向性にポストコロニアルな東アジアの教育研究を進めていかれるものと思っております。そして次に本飛田千恵さんと高松玲奈さんに御礼申し上げます。ご親切にまた入念に体系的に今回の準備をしていただきありがとうございました。そして3組目として横田さんと坂中さんの同時通訳者に御礼申し上げます。彼女らの努力を通しまして、今回の英語の講演が日本の研究者の皆様にエラーなく日本語で伝わるものと思います。本日の講演のテーマは、影の教育という世界的な感染症とアジア諸国の世界クラスの教育達成、公教育外学習熱を理論化するというものです。私の方からそれぞれのパートの導入のところを説明し、その後ジュン先生の方から各テーマをより具体的に説明していただきます。ジョン・フン・ジュン先生は最近釜山国立大学のリサーチプロフェッサーに昇進なさいました。先生おめでとうございます。今回の講演をよりよく理解していただくために、まず内容を紹介いたします。パート1でありますが、ここはイントロダクションということで4つの挑発的疑問提起をいたします。4つの興味深い言葉定義が出てきます。まず1つ目は影の教育、2つ目は世界的な影の教育という感染症、3つ目はアジア諸国の世界各クラスの教育達成、そして4つ目でありますが興味深い定義ですが、学習熱、ラーニングフィーバーであります。淳先生の方からより具体的にこの言葉の意味合いと意義についてお話をしてもらいます。パート2はこの影の教育という現象の歴史です。このような教育文化に関しての現象が東アジアの諸国、韓国や中国、日本から西半球に広がり、そして現在では世界的に感染症のような状態になっているのかということです。3つ目、ポストコロニアルな東アジアのディスコースとしての影の教育です。このトピックは京都大学のグローバル教育展開オフィスの活動に関わっていると思います。皆さんのオフィスでは日本型教育を再興するということで東アジアとの対話を通じてという活動をなさっていると理解しています。次パート4でありますが、私ども2人の影の教育研究についての新たな努力についてです。シャドウエデュケーションスタディーズと呼んでいます。シャドウエデュケーションプラクティス、実践だとか、あるいはフェノミナ現象という言葉を使っておりません。私ども2人はこのローカルなまた文化的な実践を
東アジアにおいての学力向上に向かってのこの状態を新たな教育研究の分野として確立したいのです。教育行政だとか教育社会学あるいはカリキュラム教育のような形でスタディーズとして確立したいのです。パート5です。大変ありがたいことに東アジア諸国の事例研究をここではお話ししてもらいます。日本については水倉亮先生の方から影の教育が日本において学力向上のためにどのように活用されているか、もうお一方はケビン・ウェイホー・ユン先生で香港の先生です。ヤン先生からも影の教育が学力向上として香港の公教育でどのように活用されているか、その価値について。パート6は今後の研究と課題です。ここはまとめということになるんですが、私ども2人は皆様方のご提案だとかアイデア、それから質問を伺いたいと思っております。で、それらを通して皆様の考え方や提案をさらなる背景として、このようなローカルな教育文化を将来の研究のために進めて拡大してまいりたいと思っております。それではパート1に入ります。純正の方から4つの挑発的問題提起をしていただきます。お願いします。皆さんこんにちは。まず影の教育という概念から始めます。この影の教育についてでありますが、学術研究とそれから一般の世界におきまして、現在でも公教育と影の教育というふうに明確に対比されています。影の教育に対して公教育というのは光の教育、これは漢字で示されている通りです。公教育は普通の教育であって中心的教育である。一方で私的補完的教育というのが影の教育である。つまり何か隠れているもの、何か追加的なもの、何か起こったもの、劣ったものということです。スティーブンソンとベーカーは影の教育を以下のように定義しています。学校教育外で生徒の学校教育キャリアを拡充させるためになされる教育活動という定義です。この定義では影の教育の第一の目標というのは公教育における生徒の学習と達成度の拡充ということが強調されています。マーク・ブレイは影の教育システムという用語を使っています。また私的補完教育システムと呼んでいます。ということはこれらは最近では高度に体系化されているということです。影という言葉はこれが影の教育というのは模倣的性格を持っているということを意味しており、マーク・ブレイは影という言葉の適切さを4つの特徴を持って説明しています。まず第一に、この私的補完的教育というのはメインストリームの教育があるからこそ存在する。2点目として、メインストリームの教育システムのサイズや形態が変わったら補完的私的教育のサイズや形状も変わる。またほとんどの社会において一般に関心が寄せられているのはメインストリームの教育であるという点。そして4つ目の特徴として、影の教育の特徴というのはメインストリームの教育システムよりもはるかに不明瞭だという点です。影の教育という言葉は否定的に捉えられてきました。公教育に従属するものより劣るものというイメージであり、誤ったもの、間違っている、暗い、悪い、好ましくないというイメージに関連付けられています。この影の教育という言葉について、またその影という特徴について皆さんの実体験に基づいて考えてみてください。影の教育についてはさまざまな研究者や国地域によっていろんな言葉で呼ばれています。例えばプライベートサプリメンタリーチュータリング、クラムスクーリング、学習塾、プライベートチュイション、個人指導、あるいは追加的レッスン、エクストラレッスンなのです。日本の皆さんはどちらかというと、
塾という名称で親しんでいらっしゃるのではないでしょうか。キム先生、私たちがこの私たちの2冊目の本の表紙の想定を考えたときに赤をイメージカラーで選びました。なぜ私たち2人がこの色を本の内容を表現するために選んだかということなんですが、ジョン先生ご説明お願いします。私たちはこの色を意図的に選びました。影の教育というのが本当に諸国で世界中で過熱状態にあって、急速にウイルスのように伝播しているということです。20世紀にこの非影の教育というのは主に東アジア諸国で行われていました。しかしながらこの数十年の間に影の教育は世界各地へ広がっています。北米でもヨーロッパでも多くの北欧諸国、南アメリカ、南アジア、アフリカでも見られます。スティーブ・エントリッジによりますと、63カ国の15歳の人口の 40% が影の教育スペースで学習しているということです。ですから私たちはエピデミック、感染症のという言葉を使っています。急速に広がって現在では世界のほぼ全ての地域に存在しているからです。高山先生によりますと、東アジアは再び教育インスピレーションの源として台頭しているということです。ピザのこれまでの3回の結果を見てみると、東アジアが上位を独占しています。こういったことから影の教育、そして東アジアの生徒の学習成功というのを研究したいと考えました。私たちの2021年の本におきましては、民族史学的な研究して、それぞれの東アジアの都市、日本、シンガポール、韓国、上海、香港、台湾といったところの事例提起を出しています。どのように生徒が公教育と影の教育のスペースで学んでいるかということを述べるためです。この表に示すように、東アジア諸国はトップ10、ピザのトップ10の中に入っています。多くの欧米の研究ではこの説明を公教育制度の中で説明しようとします。しかしこういった理解はバイアスがないにしても限定的だと思います。というのも、生徒の影の教育においての学習を十分に真剣に取り扱っていないからです。ますます多くの研究で影の教育の学習効果に対する良い結果というのが報告されています。日本の尾崎、ベトナムのデン、韓国のキム、それからキムとジョン先生の私たち、中国のジャン、台湾のクアン、バングラデシュ、スリランカ、ロシア、イングランド、ドイツ、スウェーデン、カナダ、それからフィンランドからも報告が上がっています。トゥーファンとディンはの報告によりますと、補完的な算数の私的な教育は生徒の数学に良い影響を与えている。さらにまた上海、香港、日本、韓国でその結果が見られ、シン先生は中学生、韓国の中学生の数学の成績と、それから影の教育が性の相関があると示しています。ソウルの結果です。キム先生どうぞ。次に最初の定義として出したいのが学習熱です。影の教育が公教育の外で東アジアで随分普及していますが、多くの欧米の研究者がエティックな、つまり外からの観点からこのような現象を批判しています。このような韓国の教育においての傾向を見て、エデュケーショナルフィーバー、教育熱という言葉で極めてオリエンタルで東アジアの教育文化の悪いイメージとして述べています。しかしながら私とジュン先生は11年以上質的研究を韓国、それから東アジアの影の教育で行いまして、韓国の生徒、それから東アジアの生徒に対する影の教育の利用についての
理解は極めてオリエンタルで極めてコロニアルだというふうに感じました。よって西洋で使われているいわゆる教育熱という言葉を使うのではなくて、私たち2人は新しい言葉を作ろう、学習熱という言葉を作りました。これは東アジアの生徒の学習においての成功、それから学習においての性格はもっと能動的でもっと自立している、こういうスタイルだということを表しています。淳先生、ではこの定義をもう少し具体的に説明してください。淳先生お願いします。私たちはこの学習熱という用語を東アジアの生徒が学力向上のために学校外で示す欲望、努力、態度、熱意と定義づけました。この用語を作ったのはなぜかというと、既存の用語、例えば教育熱という言葉では東アジアの生徒の学力向上や学習文化を十分に表していないと考えたからです。影の教育あるいは教育熱というのは保護者の立場から示していますが、学習熱という言葉は生徒の視点から捉えたものです。さらに悪いことに東アジアの生徒は従順で消極的な学習者であるというふうに学術研究、それから一般のメディアでは言われてきました。しかし私たちが10年以上研究した結果、東アジアの生徒についてこのようなネガティブな表現は当たらないと思います。彼らは消極でもないし、またおとなしくもない、活動的積極的で強い学習熱意欲を具体的な目標に対して注いでいます。よって学習熱という言葉を使うことによって、東アジアの生徒の学力向上に向けた学習意欲の特徴をポストオリエンタルな観点から表現したいと考えました。では東アジアの影の教育がいかにマイナスに表現されてきたかというのを示したいと思います。教育熱、東アジアの教育文化の中のエクゾティックで秘められた要素だとか、あるいは生徒の発達にとって悪いとか、児童虐待であるとか、あるいは公教育に対立するものというふうに言われてきました。このような形でしかこの現象を理解できないのでしょうか。これまでのスライドで示したように、影の教育というのはアジアのエクゾチックなオリエンタルな現象ではもはやありません。これは世界各地に広がった感染症のような現象で、研究対象としてもっと注目されるべきです。実際私たちが研究したように、韓国などで多くの生徒は公教育での学力向上のために影の教育から支援を得ています。影の教育という言葉の意味、そしてその使用を評価し直すべきだと考えます。特に生徒の視点から捉え直すべき時にあるというふうに考えます。4つの挑発的な問題提起をいたしました。この上で2つの研究テーマについて今日はお話をいたします。ここで示している通りです。影の教育というのは、東アジアの公教育における生徒の学力向上の主要要素の一つであるというのが一つ。2点目、影の教育は越境的教育研究のポストコロニアルなテーマであるということ。なぜならそれは欧米の進歩的教育理念とは異なる東アジアの教育文化を代表するものだからです。ありがとうございます。ということでパートの2に入ります。これは影の教育という現象の歴史であります。この影の教育の研究でありますが、20年以上にわたってなされてまいりました。大半の研究は欧米の研究者によるものです。しかしこれは文化的そしてローカルな現象であるというふうに思っています。よって東アジアの研究者がこの分野をもっと研究すべきだと思います。で、このパートの2というのは非常に長々とした文献の歴史になりますので、淳先生の方から簡潔に影の研究という現象がこれまで研究されてきたか、また
研究テーマとして枠組みつけられたかというお話をしてもらいます。お願いします。影の教育という言葉、それから私的補完的教育という言葉が出たのは、初めて出たのは90年代の初めです。99年にマーク・ブレイが影の教育の特徴を3つ挙げました。補完的、私的、それから教科中心だという点です。キム先生の2016年の研究は明らかに初めての縦断的質的な研究として、一つの国における学校教育及び影の教育での生徒の学習と発達を記述しています。2017年にドイツの先生スティーブ・エントリッジ先生、今日こちらにいらっしゃるのではないかと思うのですが、エントリッジ先生が影の教育と社会格差の関係を論じられました。教育格差の議論を深めていく中での議論です。2019年に私たちは影のカリキュラムを理論化しました。カリキュラムの新たな定義としてであります。これは後ほどお話します。2020年、昨年ですが、ヨーロピアンジャーナルオブエデュケーションが影の教育について特別号を出しました。影の教育の研究の歴史とこれまでの進展から、影の教育は教育研究及び文化研究の正当なテーマになったというふうに論じます。では影の教育の研究が現在世界各地でどういう状況になっているかというのを示します。明らかに東アジア諸国がこの学術研究のホームグラウンドでありまして、韓国、日本、中国、香港、シンガポール、台湾からもう数多くの研究が出されました。10年前まで大半の影の教育の研究というのは主に生徒の参加率だとか、あるいは影の教育が個人や公教育、家族、社会にどのようなマイナスの影響を与えるかということで、マーク・ブレイがバックウォッシュ効果と呼んでいるものです。大半の研究はまた量的な研究でした。質的な研究もありはしましたが、これらは外からの目でなされていて、内側からの視点が不十分でした。しかしこの10年を見てみると、東アジアの影の教育の研究の焦点は多様化しました。影の教育が生徒の学習や学力向上、心理的な安定、さらにまた人生目標の達成にいかに貢献しているかということを示しています。単に学習だけではなくて、大学入試にも貢献しているということが示されています。さらに影の教育の講師の生活や専門職開発、アイデンティティの形成に対しての研究もなされました。ケビン・ユン先生、今日お越しですが、先生の研究分野がここです。影の教育というディスコースが多様化する中で、さまざまな異なる観点から、異なる学術分野からの研究が必要だというふうに思うようになりました。それによってより良い公教育制度や学校での指導や評価につながっていくのではないかと考えたのです。ありがとうございます。アメリカの教育に関する最近の研究で言いますと、中産階級、そして北朝鮮のアッパークラスの生徒たちがますます影の教育を用いているということが分かってきています。右側の図をご覧ください。これが私と、そしてジョンの2年前のニューヨークの我々の持ったイメージです。ちょっと説明してもらえますか？2年前ですけれども、ニューヨークに来ました。ARA、AACS のミーティングに行ったんですけれども、影の教育機関といったものがアメリカにはいろいろあるということは知っていました。しかし実際、それを、まあ、こういった看板という形で目にすることになりました。クモン、カプラン、レッドペン。
本当にニューヨーク市内では人気があるということがわかる実態でした。ですから、予期しないイメージでもあったと言えるかと思います。影の教育の研究は北米の学会でも増えています。アメリカの研究によりますと、アメリカの高校生の多くが SAT の準備に影の教育の助けを借りているということです。アメリカには SAT の試験準備を事業とするような企業が数多くあるということであります。そしてまた Politics of American Education で言われているように、子どもが学業及び経済的な成功を収めるのを手助けしようという親の動機づけにもなっています。そして、この本ですけれども、2015年に出ましたジェニファー・リーと民情の本です。The Asian American Achievement Paradox という本であります。で、ここでは、影の教育の貢献、成功というものが語られています。東アジアの移民生徒の学業成績がなぜ高くなっているのかという話です。カナダもアメリカと同じです。私も2010年から15年にかけて PhD プログラムで滞在していましたけれども、影の教育機関がカナダでは学校のような機関になったというのを目にしました。それはアオリニとデイビスの報告でも言われています。学校のような機関になったということです。2004年にそのことが述べられています。それ以来ずっとカナダでは影の教育が増え続けてきました。言いましたように、ヨーロッピアン・ジャーナル・オブ・エデュケーションが昨年、影の教育に関する特別号を出しました。影の教育に関する研究がますます欧州諸国から出てきています。欧州の国の多くでは影の教育の中心が補習にある一方で、より多くの生徒や親がむしろ勉強を加速させるためのより良い学習機会を影の教育に求めています。実際影の教育はフィンランドでも人気があります。2020年のことですが、トゥルク大学とヘルシンキ大学のジョキラ・ハルティア・コスネンがフィンランドにおける個人指導の市場形成的実践という論文を出しました。彼らは生徒の中でも特に競争の激しい大学プログラム、すなわち医学、法学、教育という分野を目指す者の間で、影の教育の人気が高いことを知りました。ジュン、ありがとうございます。影の教育のイングランドでの拡大ということで、ジョン・ジェリムの最近の報告をお示ししたいと思います。ジョン・ジェリムはロンドン大学の競争教育学を研究している研究者でありますけれども、なぜピサの高いランキングが東アジア5カ国によって独占されているのか、韓国、日本、中国、シンガポール、香港、なぜそういう状況になっているのかということを研究しています。そして結論としましては、カリキュラムではなく教育文化なのではないかということでした。彼の結論に関する私の感触としては、しかしながら教育文化とは何なのか疑問に持ちました。学習文化なのか、何について言っているのか分かりませんでした。ジョン・ジェリムは従って、一つの試みをしたわけですけれども、正しい結論ではなかったかと思います。そこで、イングランドは東アジア諸国同様、影の教育が非常に大学入試などにおいても拡大している国であります。影の教育の研究は、またアフリカ諸国、南米諸国、オーストラリア、ニュージーランド、そして南アジア諸国でも増えています。特にインドですけれども、影の教育が大いに過熱している国といえます。2020年の論文ですけれども、影の教育は新たな日常化という
論文を書いたシャリニ・パンジャビはこう書いています。引用します。インドでは中等教育において影の教育の伸びが顕著であり、非公式な手段で若者は知識と技能を獲得している。引用閉じ。彼はさらに主張しています。研究によれば生徒たちは特定科目の指導の方が学校よりも意味も価値もあると考え、学校は学問的に意味のない場所であると思っているということでありました。引用閉じます。非常にショッキングなステートメントです。さらにベンガル地域の影の教育研究についてパラミタイティは論文のタイトルを学校教師ではなく個人指導教師についていけとしています。役割が逆転してしまっているのです。これは我々教員教育者や教員自身が考えねばならないことだと思います。次のスライドです。影の教育はこれまで社会学や人類学、比較教育学、教育科学、家族研究、経済学などの分野で研究されてきました。研究の焦点は、影の教育によって教育の不平等が悪化すること、影の教育が生徒の学びやその生活に対して持つ意味などでありました。もちろん、影の教育実践の参加割合やその効果、家庭にかかる経費や影の教育産業の生み出す雇用機会などもです。ジョン、ありがとうございます。パート3はポストコロニアルの東アジアの言説としての影の教育ということです。アッシュクロフト、グリフィス、ティフィンが大変有名な本 The Empire Writes Back で書いているように、我々のようなポストコロニアルの言説を主として仕事をする者に必要なのは、批判的な言語、概念、理論であり、それによって我々は学者として代替的な認識論的、方法論的視点や戦略を手にすることができるのです。そのような可能性の学問的空間を築くためには、単に既存の欧米の認識論や方法論を問い直すだけではなく、我々の中にある新たな言語や視点を探り、それらを理論化せねばなりません。我々は欧米に対してだけでなく、我々自身に対しても、自分たちが単なる知識消費者ではなく、知識を生み出せること、そしてポストコロニアル、ポストオリエンタルの新たな空間を描き出す能力があることを示さねばなりません。高山先生の風刺でも抽象でもなくということに同意見です。東アジアの教育は再評価と再解釈が必要です。そしてそれは欧米とは異なる歴史的、文化的、政治的、言語的、経済的な含みを持たせた研究でなければなりません。学問の世界における欧米の認識論的な支配について、パラスケーバーはそれをエピステミサイドと呼んでいます。これはエピステモロジーとジェノサイドを合わせた言葉です。彼は非欧米的な認識論や方法論的視点やアプローチがこれまで軽視されないまでもひどく過小評価されてきたと主張しています。そしてスピバック教授が書いたように、サバルタンは語ることができるのか、彼女はそうは思わなかったようです。しかし我々はできると考えています。我々の職業的な義務であると思っています。欧米に対抗する認識論的、方法論的挑戦の必要を考えるにあたって、今日は東アジアの影の教育がいかなる意味で重要なポストコロニアル研究のトピックになり得るかを議論したいと思います。一つ目の点、東アジアの影の教育はこの地域固有の教育実践や教育の意味合いを強く表現する文化遺産と考えるべきです。
二つ目、我々は研究者として東アジアの影の教育に関する欧米のエティック的な解釈を戦略的に拒否します。実際、東アジアの影の教育はこれまで主に欧米の教育哲学で評価されてきており、例えばジョン・デューイが推進した進歩的教育はその例です。三つ目、東アジアの生徒たちの学業成績と高教育における彼らの成功は東アジアの教育というエコロジーの中で研究し理解されるべきです。影の教育を考慮しなければ東アジアの生徒たちの学業成績や学びの文化を完全に理解することはできません。四つ目、東アジアの影の教育は国を超えた教育科学の研究トピックであるべきです。なぜならば影の教育はもはや東アジアの風変わりな現象ではないからです。東アジアの影の教育は教育の新たなモデルとして国際化できるものなのです。パーシー・シャルバーグがフィンランドの教育を国際化したように、私たちはこのような信念と動機のもとに影の教育というトピックを研究してきました。ジョン、ありがとうございます。パート4、これは我々2人の新しい努力でありますが、私は PhD のプログラムをオハイオステートで終えた後、私は韓国自身の教育現象を研究することにしました。そして影の教育というのは本当に韓国的なもの、そして東アジアの現象だと考え、いろいろな論文本を韓国語でこれまで書いてきたものであります。しかし私がショックを受けたのは、欧米がこのトピックを支配的に扱っているということに気づいたからです。そこで私はこの教育のトピックに関して韓国語だけで書くのではなく、むしろ東アジアの影の教育について英語で書こうと考えるようになりました。そして力と知識という意味で英語で自分の意見を正しく述べることができなければ、それは存在しないにも等しいと。だから私はジョンウンにも参加を促し、このトピックに関して、ほとんど韓国の研究者は拒否しましたけれども、そんなことはアカデミックではないと拒否しました。欧米の教育科学にはそんなものは存在しないと言いました。何がサイエンスなのか、そして教育研究をするというのは何がどういう意味があるのかと問われましたけれども、我々は孤独を感じながらも影の教育について英語で書くという選択をいたしました。そして私の解釈を述べることにしました。なぜこの東アジアの現象が欧米の研究者によって植民地化されてしまったのか、むしろ東アジアの研究者こそこの東アジア的なものについて語るべきではないかと考えました。だからこそ我々の考えを英語で書くことにしたわけです。ユン・チョン・キム教授の著書、Shadow Education and the Curriculum and Culture of Schooling School South Korea は、韓国における影の教育を民族史的に長期かつ深く研究した初めての本です。先生は、長年にわたる定性的研究を韓国語で本にしてこられましたが、ここでは、韓国の公教育が不安定化する一方で、多くの生徒やその親が影の教育を多用し信頼していることを書いています。世界中の人々や学者
そしてバラク・オバマ大統領も韓国の教育を称賛し、韓国の生徒たちの優秀さはその公教育制度、もちろん確かに優れてはいます。そして学びに価値を置く儒教文化に起因すると思っているようです。しかし、その成績は公教育のみに起因するものではなく、むしろ影の教育が重要な役割を果たしています。韓国の生徒たちは、数学や物理といった教科の国際大会では常にトップを占めています。2019年の国際数学オリンピックや国際物理オリンピックのように、それは明らかです。国際科学オリンピックの優勝者たちの多くは個別補完教育を受けてきました。いくつもの調査で、学校の教師と影の教育の教師についての生徒の評価が似たような結果を出しています。学校の先生も参加していらっしゃるかもわかりません。お考えください。政府助成の研究、高校生の学習環境と文化分析という2009年のチョイの研究でも、ハクオン、韓国の影の教育機関の教師たちが調査したすべての分野で学校の教師よりも高いスコアを獲得していることが分かりました。例えば、教える能力、学問的熱意、生徒への親身な対応、個々の生徒へのガイダンスとカウンセリングなどにおいてです。この本の中でキム教授は、公教育と影の教育両方の側面で K-12 の生徒の教育生活を民族史的に記述しています。教授はまた、韓国の生徒たちが影の教育を活用して高い成績を目指す目標をいかに達成しているかを明らかにしています。2019年に Shadow Education as Worldwide Curriculum Studies という書物を出しました。書物として初めて私たちの知る限りですが、カリキュラムの視点から影の教育を論じ理論化しています。この本の主たる所見としては、影の教育という世界的な感染症を論ずるということをやっています。先ほど論じた通りです。2点目として、影のカリキュラムをカリキュラムの新たな定義として理論付けました。また影の教育の5つの実践形態を示しています。今日は影のカリキュラムの定義とその特徴を紹介したいと思います。なぜ影のカリキュラムを理論化したかということなんですが、当時カリキュラム研究の分野では影の教育はほとんど研究されていませんでした。影の教育というのは生徒の学習についてであって、影の教育では数多くのカリキュラムプログラムや教材、学習教材が提供されており、また影の教育が生徒の学習や学力向上に貢献するということを考えると、これらすべてカリキュラム研究のテーマであることが分かります。カリキュラム研究という観点から影の教育も研究されねばなりません。私たちは影のカリキュラムを以下のように定義しました。教育産業が提供する学校教育外の補完的カリキュラムであって、公教育における生徒の学力向上を目的としているというものです。これらは影のカリキュラムの4つの特徴を示しています。まず第一に、その存在意義でありますが、生徒の学力向上です。一方で公教育は主に生徒の全人的発達の促進ということを目的にしています。2点目、過去の教育は生徒の一人一人の学習ニーズに応えるもの。公教育ではなかなかこれは難しいのです。3つ目、影のカリキュラムは授業料によって異なります。ということは、社会の教育格差を悪化させる方向に働きます。4つ目、影のカリキュラムにおいては、教育と学習の競争的側面が強められています。生徒の学力や試験の成績に応じて、影の教育では生徒が異なるコースに振り分けられるからです。時間の都合がありますので、
何枚かここから飛ばします。けれども越境的学習文化については論じたいと思うのです。学力達成に関する国際的な議論を進めるために私たちは新たな概念、越境的な学習の文化ということを理論化しました。変化する環境の中での生徒の学習の特徴を研究するために越境というポストモダンな概念を使いました。ここでいう越境というのは生徒の日常生活における2つの教育空間、公教育と影の教育という2つの空間の間の往来経験を示しています。越境という言説は公教育と影の教育の交わりを理論化するのに役立ちます。ここには中心がないからです。モダニストの観点からは公教育が中心であって影の教育というのは二次的なもの、あるいは補完的なものと捉えられます。影の教育という言葉は影という特徴を重視し、影の教育というのは劣ったもの、あるいは公教育に対して従属するものというネガティブな描き方がされます。私とは影の教育に対するこのような肯定的な見解を捨てて、二つの空間、影の教育と公教育を往来することで生徒がどのように学習するのか、またこの二つをいかに統合して学力向上を達成しているのかということを理論化しようとしました。特に生徒が各自の学習目的に合わせていかにこの2種類の学習を統合していくのか理論化しようとしました。東アジアの生徒というのはもはや公教育だけに依存するのではありません。能動的積極的に影の教育を使います。越境的学習文化というのは学力向上のために公教育と影の教育の境界を超えて生徒が用いる姿勢や戦略、方法であるというふうに定義づけました。4種類の越境的な学習文化の特徴があります。これについては時間があったら語ります。次お願いします。次に、日本と香港の先生方から事例研究をお話してもらいますが、その前にもう一つの概念について、これは2021年の本で理論化したものですが、これについて説明したいと思います。2021年の私たちの本においてノマドとしての生徒という理論化を行っています。一般的に言ってノマディズムというのは非定型的で固定的秩序の枠外で生きることを示しており、ノマドは常時国家の固定的な規則を逸脱しそれを変容させます。彼らは非連続なアイデンティティを持ち一過性のつながりを形成します。ドルーズとガタリはノマニズムを次のように言っています。それは無限のオープンネスであって巡回し蓄積し水平の複数性や異質性を肯定する。ノマドのイメージというのはオープンで滑らかな境界の名にリゾーム空間につなぐことができるものだというものです。このようにノマドの生活というのは空間を超えた移動を特徴としていて、硬直して固定された国家の境界とは対照的です。ノマニズムという概念は能動的学習文化の枠組みとして有用です。そのような文化が東アジアの諸地域に登場したわけです。ノマニズムというのは進行中、抵抗、あるいはつながりという要素を持っていて、これらはまた生徒が影の教育において学習方法やカリキュラムを探求するときに適用する要素です。この概念が示すのは東アジアの生徒というのは能動的に率先して場合によっては積極的に学習をリードするということを示しています。彼らが中心的な意思決定の主体であって学習や教育をこなしていきます。ノマドとしての生徒という概念は東アジアの生徒というのは
これまで言われているように消極的、それからおとなしい学習者だという東洋的オリエンタルな表現を拒否するものです。要するに公教育の言われるままではないところです。東アジアの生徒はノマディックな思考を持ち、彼ら自身の意思決定戦略を持って学習を進めていきます。次のスライドお願いします。ありがとうございます。次は東アジア諸国のケーススタディです。5つのケーススタディを5カ国から韓国、日本、香港、台湾、シンガポールから扱ってきたわけですけれども、本日は幸運にもお二人のゲストスピーカーを日本、香港からお招きできました。水倉亮先生は影の教育の日本での利用について、またケビン・ウェイホー・ヨン先生は香港における経験をお話しいただきます。水倉先生、はい、ご紹介ありがとうございます。水倉亮と申します。明治大学でありますが、キム先生、ジュン先生の本にも参加させていただきました。私が扱いましたチャプターでの内容をご紹介します。日本では数多くの研究者がクラムスクールでの教育について研究をしてきましたけれども、しかし影の教育のその形態と機能、これはドクター・ジュン、ドクター・キムにも紹介されましたように、いろいろこれまで研究対象となってきました。特に大規模な調査を日本の文科省が行いました。生徒とその学習習慣、またその他影響する要素を対象として統計的なデータで分析をしたものがあります。我々はもっと深く記述的なデータを取ることによって影の教育について分析をしてみようと考えたわけであります。ですからこの本に我々が参画するということを考えたときに、ロー先生と私の2人で定性的なデータを小学初等教育、そしてまた中等で言いますと中学高校の先生方にもインタビューをし、そしてまた一流大学にも進学することに成功した3人の生徒にも話を聞きました。すべてご紹介することはできませんけれども、特徴だけ述べさせていただきます。一般的には、このクラムスクールというのは、すべてのレベルにおいて人気があるわけですけれども、しかしながら、それぞれ、機能的に違いがあります。特に中高一貫校、まあ、6年生の学校ですけれども、生徒たちは大学のための入試を受けません。したがって焦点となるのは通常の試験です。そして入試は対象にはなってないので教科書を主に勉強するというものでありました。そして高校の教員の一人の話を聞いたところ、生徒に対するサポートというのは専門学校に行くための面接技能を身につけることをサポートするというようなものであったということであります。あるいは
どういう目的を持って学校に入りたいのかということをきちっと書けるようにするということをサポートするということであったということです。そのために影の教育を使ってサポートをしたという話を聞きました。すなわち入試目的ではないわけですけれども、追加的に別の機能のために影の教育を用いたというお話でした。あと一つ言い忘れました。新しいトレンドとしては、小学校の生徒は英語が必修化されているということで、英会話学校が人気が高くなっています。そして小学校の先生たちの話ですと、親が英会話学校に子どもを通わせたいと思っていると、そして小学校における英語教育について不安を感じているということであったので、関与の教育に頼るという傾向があるということでありました。まとめていきますと、すべてのレベルにおきまして、塾などが活用されているということ、そして主に国語、英語、数学という入試のための勉強をするわけですけれども、他の調査でもそれは分かっていることですが、いろいろな機能、携帯というものが影の教育においてはどんどん出てきているということで、生徒のレベルにも合わせたものが出てきている。そして学力の向上を目指すとともに、個々の生徒には個々のサポートが必要であるということが分かっているけれども、しかし日本の学校では先生たちは非常に忙しいので、それを補う形で影の教育というものが活用されているということでありました。塾の教育というのは、私が昔学生徒であった頃はあまりプラスのものとは思われていませんでしたけれども、しかしながら学校の教員は非常に忙しいので、それを補完する意味で影の教育というものが活用されなければならない時代になっているということだと思います。それをもって良い教育環境というものを生徒たちに提供することが必要だという考え方です。ポストコロニアリズムにおきましては、影の教育現象というのは、もはやオリエンタルなものとしてだけ受け止める必要はないのではないかというふうに考える次第であります。ありがとうございます、水倉先生。それでは次にケビン・ヨン先生いらっしゃいますか。はい、ご招待ありがとうございます。今日は香港の教育システムと影の教育の特徴についてお話をいたします。ご承知だと思いますけれども、影の教育の定義です。もう淳先生、キム先生も話をされました。いろいろな文献がありますけれども、香港では広東語を母語としておりますので、影の教育はボウザと呼ばれています。で、この言葉は文字通り補習という意味なんですけれども、しかしながらこれは補習の役割も果たすと同時に加速学習の役割も果たします。したがって勉強がまだあまりできない子どもたちは、やはり補習目的で使うということがある一方で、競争があまりにも香港では激しくなっているために、エリートと呼ばれる生徒たちもスコアを上げるために活用しているということです。ボウザの定義を考えますと、
それは拡大傾向にあります。なぜかと言いますと、無料の補習的指導も含まれますし、この用語は香港では従来型の定義を超えたものが今含まれるようになっているということです。そこで香港の教育の文脈で言いますと、他の東アジア諸国同様、学力、成績を重視します。香港は国際的な比較テスト、PISA のものなどでは常にランキングはトップに位置しております。香港、その他のアジアの生徒たちがなぜそういったテストでいい成績を残すのか、それはもしかすると試験慣れしているからではないかという見方もあれば、個別指導を受けているからではないかという見方もあります。香港におきましてはやはり試験にうまく対応できているという傾向があります。さまざまなレベルで、特に中高におきまして個別指導というものは人気があります。そして学校のカリキュラム、これは基本的に12年なんですけれども、小学校6年間、そして中高6年間、まあ、幼稚園は義務ではありませんけれども、大体小学校前に幼稚園に行く子たちが多いです。そしてこの15年の間に、家計の教育には果たす役割がそれぞれの段階にあってあります。マーク・ブレイらのチームの研究によりますと、ここで紹介するのはマーク・ブレイ先生の研究結果ですけれども、研究は香港に焦点を当てたものですが、中等レベルにおきましてはやはりかなり高い比率で、影の教育を受けているということであります。そしてまた未就学児童、幼稚園児、小学生にも広がりを見せているということです。ボーザの人気がなぜあるのか、それはカリキュラム改正にあります。過去、香港では、中等、教育7年、大学3年だったわけですけども、これが6、4制になりました。そして、教育改革を受けて、影の教育の中で提供される教科も変わりました。もう一つは、中等語教育の大衆化を上げることができます。過去におきましては、それほど多くの生徒が大学に進学することはできませんでした。しかしながら、今では高等教育へのチャンスが広がっていると、そして大学にも進学することができる確率が上がっているという背景があります。したがってそのためには高いスコアを得る必要があるということです。学力的にもあるいは社会的にも競争が激しくなっております。香港の返還97年以降、中国本土からの生徒が香港に数多く流れてくるようになりました。そして、まあ、競争が激しくなったということであります。またグローバル化ということで、多くの留学生も香港に来て大学に入るようになりました。こういったことによって競争が激化しているということで、ボーザップの人気が高まっているということです。また、言語政策の変更もあります。中国語というのは、返還語より重要度が高まりました。したがって、中国語を学ぶこと、が重要になったということで、そのための関与の教育も人気が出たということであります。
また影の教育に関する規制なども変わりました。中国本土の政策としましては、個別指導というものに関しましては非常にコントロールがきつくなっていまして、むしろ禁止される方向になっています。香港では規制はそれほど厳しくありません。それは単に教室に関する規制であって、例えば防火対策であるとか安全性の問題だけの規制であります。その防座の特徴と実践ですけれども、さまざまな段階におきまして影の教育はいろいろな形で人気が出てきております。例えば未就学児童、幼稚園児におきましてはプレイグループといったものがあります。クラスに行って英語を話す、北京語を話す、社会的なスキルを身につける。そしてまた小学校の入学面談などのためにもこういったものは人気があると。そして小学校の場合には主に宿題指導といった形での在宅個人指導があります。あるいはサブスクリプションベースのケンブリッジ・イングリッシュ・スターターズのようなものも人気があります。そして中等教育におきましては生徒たちは特に、塾などでカリスマ講師といったものが出てきておりますし、ビデオ録画、そしてオンラインのチュータリングなどが増えてきています。全体としてはボーザップはすべての年代において広がっているということ、そして人気があるということです。そしてボーザップのマーケティングのあり方ということで言えば広く宣伝もされています。またボーザップと普通教育の関係、また将来のボーザップの展開ということについて、これからもどうなっていくのかを考えていくということがこれからの課題だと思います。以上です。ありがとうございました。ケビン、どうもありがとうございました。素晴らしいお話いただきました。パート6、これはフューチャースタディーズとイシューズという、将来の話、課題でありますけれども、パート6は、オーディエンスにも参加をいただきたいと思います。セッションを進めていく前に、高山啓太先生の方から何かお話はありますでしょうか。ありがとうございました。包括的なご説明をいただきました。本当に心から、御礼申し上げます。先生方のご講演に御礼申し上げます。しっかりとした影の教育に対してのイントロダクションお話をいただいたと思いますと同時に、先生方はこの5年間大変な研究をなさってまいりました。影の教育の概念を捉え直そうという研究であり、先生方はまさに東アジア初の議論の主導的役割を担っていらっしゃいます。素晴らしいご講演、そしてすべて素晴らしい研究ありがとうございました。それから梁先生、ケビン先生の方からも事例研究のご発表ありがとうございました。質疑応答約40分ほど時間があります。ただ質問を考えるのにもうちょっと時間をということもあるかと思います。で、私自身もたくさん質問がありますので、よろしければ私の方から 2,3 質問をして、その後他の皆さんから質問をしていただこうかと思います。再度素晴らしいお話ありがとうございました。私自身本当に、伺ってよかったと思っております。私が興味深いと思ったのは、先生方はこの影の教育という概念を捉え直そうとなさっている。これまでの英語圏での研究とは異なる形の捉え直しです。で、影の教育というのはこれまで問題
として好ましくないものとして捉えられてきたということです。ということは、その背景にあるのは、このような影の教育は排除すべき、なくしていくべきものという理解だったと思います。光に対比して影であるということです。一体何がなされているのかわからない教育であると。そして、公教育の方が正当な教育であって、そして影の教育というのは正当性を欠く、あるいは好ましくない、あるいは先生ご自身がおっしゃったように教育の形態としては悪い、悪だという想定だったと思います。先生はそれを逆さまにして、影の教育というのは実は中心であって、東アジアの教育文化の構成の一部であるということでした。ということは、先生方は、東アジアの教育というのを良くないものと考える、その概念に対して異議を示し、ポストコロニアル、ポストオリエンタルな論議をなさっています。影の教育について、それからポストコロニアルな文献についての異論を先生方は研究において唱えてらっしゃるということだって大変興味深いのです。私が疑問だと思っているのは以下の点です。先生方のご発表においては、まだ異論のあるところが含まれていたと思います。先生方が主張なさった点の一つは、影の教育は東アジアにおいての学力向上を語る場合に十分に考慮しなくちゃいけない、特にピザでの成績優秀を考える場合に考慮しなくちゃいけない要素であると。影の教育というのは、実はなぜ東アジアのピザの得点がこれほど優れているのか、国際テストで優れているのかという、その理由の一つとして考えなくてはならないという点だと思います。で、そのことを聞いてこの本を思い出しました。先生方もご存知かと思います。ヒュンジュパック先生という韓国出身の、現在アメリカのペンシルベニア大学にいらっしゃる教育社会学の先生が出したもので、 The Evaluating Education in Japan and Korea The Mystifying Stereotypes というタイトルです。で、先生方と同じようにパック先生は、従来からあったマイナスな日本や韓国の教育に対する評価、特に英語圏での評価に対して異議を唱えてらっしゃる、特に標準化されたこういった諸国の教育制度に対する批判に異議を唱えてらっしゃる。標準化された教育というのは、実は日本、それから韓国の教育の質や平等性に貢献しているんだということをおっしゃっています。で、この本の中で、しかしながら、第5章だったと思います。これは、The Mystifying Stereotypes という章になっています。で、日本や韓国の生徒が高得点で、その貢献は影の教育にあるという部分です。これが神話だというのです。彼らの成績が良いのは影の教育の賜物であるということを神話と考えています。ピザのデータをパク先生は二次解析して、次のように結論付けました。影の教育というのは、実際には、これらの生徒の学力向上にほとんど影響を及ぼしていないという点です。しかし、そう言いつつも、パク先生は影の教育の生徒の学力に対しての実証的なエビデンスというのはいろいろ混合しているし、理解を混乱させるものであるということも認めていらっしゃいます。このような主張について先生方はどのように答えられますか。高山先生、ご質問ありがとうございました。影の教育が持つかもしれないマイナスの影響、日本と韓国の生徒に対するマイナスの影響、マイナスの影響というのではないのです。パク先生が言っているのは、影の教育が学力向上に貢献しているのかということに異論を唱えていらっしゃるわけです。
パク先生は先生方の論議の実証的な基盤に異議を唱えているということです。で、私はヒュンジュパク先生に会ったことがない。またペンシルベニア、ペンステート大学のスン・ヨン・ビュン先生にもお目にかかったことがありません。で、韓国生まれの国際的な研究者でいらっしゃいます。彼らは教育社会学、比較教育学の研究者で、素晴らしい統計的な研究を影の教育と学力向上のについてなさっています。で、彼らの言っている文献の一部は正しいと思います、私が読んだ限り。ただエミックとエティックという2つの観点を考えてください。彼らは生きた民族史的な、あるいは質的な研究を韓国の生徒に対してやっていません。彼らの生活で影の教育をどう使っているのか、全くこういった研究をやっていない。韓国のデータ、ピザのテストのデータのみを分析した結果です。確かに洞察は得られますけれども、彼らの結論には同意できません。なぜならば、相関関係だとか、あるいは統計研究としては2つの変数の間にはいろんなことが可能です。影の教育のプラスおよびマイナスな影響についてはいろいろ賛否両論の文献がありうるわけです。けれども私たちはもっと質的研究と量的研究のバランスの取れた研究アプローチが必要だと思っています。これが第一の私が指摘したい問題です。もっと実証的質的な研究が必要だと思っています。彼らはしかしながら韓国社会でフィールドワークはやっていません。統計的な数字を分析しているだけです。2点目、影の教育が生徒の学力向上に公教育の場で貢献しているかどうかは別にして、影の教育というのは新しい教育発達の中心になってきているということなんです。教会だとか図書館だとか、あるいは庭園のことを考えてみてください。皆さんがこういったところに行くとき、その効果のことは考えません。祈ったら 75% の効果が得られるのか、こういったことは考えません。教会に行ったら祈るということで満足し、また図書館に行けば教室では感じられない雰囲気を感じ満足するのです。こういうことから、影の教育の意味を再度特徴づけたいと考えたのです。生徒は確かに韓国の教科書を朝9時に読み出すときに疲れたと感じているかもしれません。あるいは別の日には新しい学習ができると喜んでいるかもしれません。体は疲れていてもです。影の教育の特徴の意味というのを捉えなしたいと思っているのです。欧米の研究で捉えられたのとは違う捉え方です。この影の教育というのは教育生活の必須の一部となっているのです。日中の公教育と、それから夜間の影の教育。影の教育の場では、例えば英語だとか数学の問題の解き方を学ぶだけではありません。ここは学習の場ではありますが、ここで別の影の教育の講師に会い、彼らは異なった知識だとか異なった学習経験や、または教育についての世界観を持ち、また生活についてどういう選択がより良い選択かという異なる考えを持っているのです。自分個人の問題、学校の問題、家庭の問題、生徒自身の何らかの心の問題、学習における問題、こういった問題は学校の先生では解決されない問題であったりするわけです。こういった問題が癒される場にもなっているのです。よって従来のような欧米においての議論、影の教育や
学習塾は生徒の英語の点数を3点上げるとか、あるいは数学の得点を3点上げるのかといったような、これは量的なアプローチであって、そのやり方だけでは問題や制限があると思います。東アジア、あるいは韓国においては、メンタルだ、あるいは身体的な、あるいは対人的な発達の場でもあるのです。例えばアパートに日中行ったら、韓国では遊び場に行っても、それから日中街には生徒はいません。対人関係や友達との付き合いを良くしたいと思えば、夜に学習塾に行かねばならないのです。学習塾に行ったら新しい友人に会ったり、別の先生で別の考え方や別の観念、または数学の別の解き方を知っている先生に会えるわけで、これは東アジアの生徒にとっての一つの利点だと思うのです。よって影の教育の学力向上に対している影響、英語だとか数学だとか理科だとか国語に対しての貢献というのは、確かに量的研究であって、そして影の教育に対する考え方が制限されていると思います。影の教育のスペースというのを、新しい生徒の生活全体、それから学力の発達のスペースだというふうに考えるべきです。大学に入るまでの間は少なくともそうだと思います。これで先生のご質問のお答えになっているかどうかは分かりませんが、私たち同じ考え方だと思います。先生のおっしゃる通りだと思います。どなたか、ここでおっしゃりたい方がいらっしゃるかもしれませんが、特にその有効性に着目しなくてもいいんじゃないかと思います。当然ながら、ある程度議論の中で影の教育の有効性については考えているはずです。ですから別にそこに頼らなくても、もうナラティブは成立すると。そこに豊かな教育文化があって、それは影の教育特有のものがあるということでいいんだと思います。で、それをハイライトするために、必ずしも影の教育のアウトカムへの有効性については語らなくてもいいんではないかと思いました。ですから、おっしゃったことはその通りだと思いました。ということで、終了としたいと思います。発表者の先生方、ヨンジュン・キム先生、ジュン・フン・ジュン先生、素晴らしい包括的なご講演ありがとうございました。次回ですが、次は、12月半ば、後半になっております。シンガポールの先生をお迎えします。ありがとうございました。